はいえー、皆さんこんにちは。京都府自然環境保全課の小田島と申します。よろしくお願いいたします。えー、まず個人的な話なんですけれども、私自身京都大学の出身でして、えー、農学部の森林科学科という学科におりました。で実は今日司会を務められている坂口さんとは学部の時の同級生でもあります。またあの当時、京大の教授でいらした戸部先生の講義を受けていたようなこともあります。えー、アシュにはあのちょうど 学生実習なんかでも行く機会がありましてもう15年ほど前ですがちょうどあの鹿の被害が顕在化し始めていた頃だったと思います、はいまあ、そんなこともありまして今日この場でお話しするということにいろいろと不思議な縁を感じている次第です、はいえー、早速ですがあの京都府の自然環境保全課ではこんなことをやっていますということで。 えー、気象自然環境保全地域の指定と保全気象生物の保全外来生物対策自然公園に関することといろいろありますけれどもこれらすべてあの生物多様性とといいうことがキーワーワドになっていますではその生物多様性とは何ぞやということでまあもしかしたら今日ご覧になっている皆様にはまあ釈迦に説法のようなものかもしれませんけれども、えー、一応説明させていただきます。えー 生物多様性とは生き物や生態系の豊かさを表す言葉で中でも3つのレベルがあるとされています。1つが生態系の多様性であの森林草原湿原水田河川海などの環境に応じてさまざまな生態系があるということ2つ目は種の多様性ということでそれぞれの生態系に適応してさまざまな種類の生き物が生きているということ3つ目は遺伝子の多様性といって同じ種の中でも あの人間とか犬とか猫とか、そういうの,の中でも多様な地域差や個体差があるということで、これら三つの多様性がいずれも大事であるということになります。で、えー、人間はあの、さま、生物多様性の恩恵をさまざまな形で受けながら生活しています。例えば、衣食住や文化というのは、もともとその土地にあった動植物や土、石、水などといったものを利用して成り立っています。例えば、この京野菜なんですけれども。 えー、長い年月をかけて京都の各地域の独特の風土に合わせて進化していきましたまたあの祇園祭で厄除けちまきに使われるちまき笹というのももともと京都市内の山間部に自生していたものですそしてこの有名な三山のかやぶきの里も三山、えー、の自然の中で形作られてきたもの長い人々の生活の中で形作られてきたものといえます 生物多様性といいうののは暮らしの安全にも深く関わっています例えば森林は洪水や土砂崩れの防止水質の浄化や飲み水の確保といった役割があります。最近はその管理されていないとかいうか状態が良くないような森林が増えているので森林がこうした機能を果たせずに土砂災害が増えているのではないかという意見もあります。また水田は雨水を一時的に蓄えて洪水を防ぐという機能があります。 大雨が降っても水はすぐに流れていかないでこう田んぼの中にたまって少しずつ流れていくのでその直ちに大きな洪水が起こるということはなくなるわけです。このようにいろいろな意味で生物多様性は私たちの生活になくてはならないものといえます。えー、さてあの京都府の生物多様性の現況なんですけれども京都府のまず特徴として、えー、南北に非常に長くて。 日本海戦の気候から内陸性の気候まで色々な気候があってまた地形もあの変化に富んだ多様なものとなっているという特徴がありますそのためあの府内には1万3,000種以上の野生生物が存在していると言われていますこうした自然環境や生物多様性そしてそこから生まれた文化や暮らしというのが京都の魅力の源泉になっていると言えると思いますしかし今そうした貴重な生物多様性が危機に直面しています 府内のその絶滅の恐れにある生き物の情報を取りまとめたレッドデータブックというのを作っているんですけれどもそれによれば府内に生息する野生生物種のうち約15%の生き物が危機に瀕していますこれはすなわち生物多様性に支えられてきた京都の文化や暮らしというのも危機に直面しているということでもあります生物多様性を脅かす主な要因ですけれどもまず人間活動や開発森林の伐採や河川改修などがあります 次にに自然に対すするる働きかけけのの縮小というのがあるんですけれども、これはあの人がもともと林業や農業とかいろいろななりわえのために里地里山を利用していてその結果明るい雑木林や水田といった環境が形成されそうした環境に適応した生き物が進化してきたということになるんですけれどもそうした里山の利用が減っていることで里山の環境が変わってしまったでそこで生きている生き物が絶滅の危機に瀕しているということです。 また野生鳥獣、鹿とかイノシ,シ、サル、クマといった生物によるさまざまな被害が増えていて特に鹿による森林への影響こうしたあの、えー、樹木への被害ですとか、えー、火葬植生の喪失こういうあのもう地面に何も生えていないような状況というのが増えていて、えー、非常に深刻な問題になっています。また次に外来生物による在来種への影響というのも非常に大きなものがありまして。 アライグマとかブラックバスとか、えー、そういう生き物が在来の生物を食べてしまったり餌を奪ったりするなどして生態系に影響を与えています。またあの黄金景玉や大ハンゴン草といった植物も一度入り込むと大変な勢いで広がってしまって根絶がなかなか難しくなってしまいます。4つ目あの気候変動なんですけれども最近はゲリラ豪雨のためにこうやってあの気象種の自生地がもう本当土ごとあのガサリと流されてしまうといった被害が増えています。 またあのシカが増えているのは冬に雪が降らなくなったあのあの温暖化でですね。ということでシカの生存率が上がっているのが一因ではないかとも言われています。でこうした危機を防ぐために京都府ではこれまでさまざまな施策を実行してきました。で主にあの6つの項目に分けて紹介していきます。まず生物多様性地域戦略なんですけれども。えー これは京都府における生物多様性の保全と持続可能な利用を定めた総合的な基本計画という位置づけで平成30年の3月に策定しています。京都府の現状と課題を踏まえて、こう京都らしく生活生態系と生活や文化が共存共栄する社会を未来に引き継ぐということを目標に我々が取るべきこう行動計画を四つに分けて定めているところです。 であえー、とすみませんこちら京都府のホームページでも公開しておりますのでよろしければぜひご覧ください、はい、次に自然公園ですあのつまり国立公園や国定公園府立公園といった制度をご紹介します、えー、しまず自然公園は自然公園法という国の法律に基づいて指定されています、えー、自然公園法の目的はこちらにありますとおりこの優れた風景地の保護 とその利用の増進を図ることによって、国民の保険、教養及び強化に資するとともに、生物多様性の確保にも寄与するということをされています。つまり、あの自然や生物多様性の保全と利用の増進というのを両方をバランスを取りながら進めていくという内容になっています。自然公園には3つの種類がありまして、えー、国が指定と管理の両方を行う国立公園、えー、国定公園は国が指定して都道府県が管理を行うと 都道府県立自然公園は都道府県が指定して管理を行うということになっています亜州の含まれる京都丹波公園国定公園は国定公園ですので、えー、国が指定して京都府が管理しているというものになりますはい。で、京都府内の自然公園です北部には山陰海岸国立公園と丹後天の橋や大山国定公園、えー、若狭湾国定公園と三つありまして、えー、南端にはこの 京都丹波高原国定公園とルリケ自然公園ホズキョ自然公園というのがありますでこうしてみると京都丹波高原国定公園は特に大きな面積を占めているということがわかりますまた、えー、南の方ではビアコ国定公園が一部府内にかかっているほか山城地域に笠木山自然公園というのが、えー、あります自然公園での取り組みについてあ紹介します、えー、まず保護規制です 公園内の優れた風景風致を維持するため、区域内に特別地域というのを指定して、樹木の伐採や工作物の建築などを規制しています。利用規制ですけれども、立ち入りやマイカーの乗り入れを禁止する利用調整地区というのを指定しています。また、利用施設保護施設の整備も行っています。まあ,あのあくまで自然に悪影響を与えない範囲でということであります。けれども、道路やトイレ、園地などの施設を整備しています。 そののほか、ビジタターーセンターの整備や自然公園指導員制制度度といいった制度を設けていますで、えー。京都府の自然公園の中でもこの阿舟の含まれる京都丹波高原国定公園というのについて紹介します、えー、この自然公園は平成28年の3月に指定されているんですけれどもあ新規指定されているんですけれども4つの市町村にまたがる広大なエリアです範囲はあの京都市の左京区右京区で南丹市 京丹波町綾部市にまで及んでいますまた平成30年3月には三山にビジターセンターを設置しています、えー、このビジターセンターですねでこ,こ,は選定されここは国定公園に選定された理由なんですけれども一つがゆら川原流域の原生的な杉林の分布とあと植物昆虫類経流性の希少魚類の種類が豊富なことつまりこの亜種の自然が評価されているということですもう一つは多様で優れた二次的自然環境や文化的景観を有しているということ ここには例えば美山のかやぶき屋根の集落や北山杉の林業景観それからあのいわゆるサバ街道といったものも含まれていますこうした点が評価されて国定公園に指定されました、えー、次に京都府自然あすみません自然環境保全地域ですけれども、えー、京都府環境を守り育てる条例という京都府の条例に基づいて指定されましたで、えー、歴史的自然環境保全地域 というあの主にシャジ辞林なんかを指定している保全地域が10地域で自然環境保全地域というのが、えー、京北の片,片波川源流域と丹後の上瀬内山という2箇所を指定しています次に京都府レッドデータブックですこれはあの全4巻の冊子になっているんですけれどもあのホームページでも公開していますのであのよろしければぜひご覧くださいでレッドデータブックですがあの府内の生 自然生態系に関する調査を実施して、えー、絶滅の恐れなる野生生物の現状を取りまとめたものとして2002年に策定しました。その後、あの府内の自然環境が大きく変化したことから再度調査を実施して2015年に改定版を発行しております。2012年とあすみません2002年と2015年でどれだけ状況が変化しているかということですけれども、2002年ではこのレッドデータブックの経済種が1515種15。 で2015年では1935種というふうに、えー、340種増えているということになりますまあただこれはあの単純に増えたというよりは府内で確認された種数そのものも増えているので2002年の調査では、えー、と府内では1万1,000種の種が確認されていますけれども2015年では1万3,000種が確認されました、まあ、生き物が増えたというよりも調査の精度が上がったということなのかもしれませんけれどもそういうわけで母数が変わっていますのでまあ 絶滅の恐れのある種の割合自体がそれほど大きく変わっているということではありません。まあ、ただそうは言いましても、経済種の割合が15%ということになりますので、これはあの極めて深刻な状況であることには間違いない間違いありません。経済種の中にはコウノトリとかえ、霞山商法まあ、今マト山椒魚ですけど、あと亀岡にいるアユモドキとか岐阜町とか、えー、若狭湾の青葉山にいるオーキンレーカあと名古屋ダルマガエルといった生物が含まれています。 またアシュにで見られる植物としてこのサルメンエビネですとかヒメシャガといった植物も絶滅宣伝種になっています。次に、えー、京都府絶滅の恐れのある野生生物の保全に関する条例という条例です。あのすごい長ったらしい名前で恐縮ですけれども、えっ、ー、とこれが平成19年に策定された京都府の条例で、えー、野生生物を絶滅の危機から救うための手立てやルール。 を定めたもので行政や研究者保全団体などが共同して行う保全の取り組みを推進することを目指していますで条例ではその絶滅の恐れの高い生き物の中から指定基調野生生物という形でこう指定をしておりまして、えー、その指定された種に関しては捕獲や採取などを禁止原則禁止していたり 指定種の自生地を生息地と保全地区という形で保全していたり指定種の保全活動に対して京都府が支援するといった仕組みを設けております指定基調野生生物には現在25種を指定していて中にはそのアシュにも生息する日本モモンガですとかオオサンショウウといった生き物も含まれています 指定基調野生生物のうち紅花山灼薬という植物に関して京都府北区の蜘ヶ幡地域に生息地保全地区というのを指定して保全をしておりますここではあの蛛ヶ幡芦田に人と自然の会という市民団体さんが地域住民ですとか有識者京都府などと共同で保全活動に取り組まれていますまた条例には補助制度もありまして指定基調野生生物の保全活動を行う団体さんに京都府から支援をさせていただいております 生息調査外来魚駆除密漁パトロール観察会間伐子ども向けの学習会といったイベントに対して補助金を出している形です、はいえー、次に近年よくたり取り沙汰されている外来生物への対策ですけれども、えー、外来生物というのに対しては外来生物法という法律が定められておりましてその中で特定外来生物というのが指定されていますこれはあのまああの昨今有名になりましたヒアリとか アライグマとか大金水金イといった156種類の生物が今指定されているんですけれどもそういう生物については使用栽培保管運搬輸入といったことが規制されていてここれれに違反した場合は罰則も適用されることとなっています、はい、京都府で行っている主な外来生物対策として、まあ、あの結構いろいろあるんですけれども2つだけ紹介させていただきます。 1一つがアルゼンチンアリでこれは京都,府の京都市の伏見区で2008年頃から定着しておりまして在来のアリを追い出してしまったりとかあの家の中に大量にあの本当に大量に侵入していっくるなどという生活被害をもたらしていましたこれに対してあの地域住民や有識者行政が共同で傍除のための協議会を設立して傍除を進めた結果現在では大幅に分布を減らすことに成功していますもう一つは大花水金梅という水草なんですけれども これはもともと美和湖であの非常に広い範囲で繁殖しておりましたけれども、2017年頃から鴨川に入ってきて、こういうふうにあの水の上で茎を張ったりして広がっています。それであの市民団体などの共同で副除活動をあの始めましたで。昨年の夏にも行いまして、新聞やテレビなどでも広く紹介していただきました。はい あとこれは京都府が活動の主体というわけではないんですけれどもあの市民団体が中心となった活動ということで黄ーンゴンソーの駆除活動を紹介しますこれは亜州と同じく京都丹波公園国定公園に含まれている京都市の花瀬という地域での取り組みなんですけれどもえー、京都府あすいません自然観察指導員京都連絡会さんという団体さんと地域の自治会などによって、えー、駆除活動が始められましたで一度侵入するとあのこういうように 見落とす限り真っ黄色になってしまうというぐらい独占してしまうんですけれどもそれであの他の植物が生えられなくなったりしてしまうんですが、えー、こうやって抜き取りとか刈り取りりりとととかか刈地道な駆除活動を続けているところです、はい、さて、えー、ここから本日のメインテーマである京都府の生物多様性の中での亜ウというお話をさせていただきます。 まずあのアシュの特徴として、何よりも多様な生物に恵まれた環境というのがあります。あの先ほど石原先生のお話でもご紹介ありましたけれども、中井武之先生という方が植物を学ぶ者は一度は、兄京大アシュ塩州林を見るべしというように記しています。また貴重植物の宝庫でもあって、えー、京都府レッドデータブックには植物が870種程度掲載されているんですけれども、アシュにはそのうち200種が存在していると言われています。 さらに阿州は西日本でも有数の大規模な天然林で、中には人の手がほとんど加わっていない原生林というのも含まれています。阿州地域はこの全域が京都丹波高原国定公園に含まれていますけれども、国定公園の中でもまあ特に重要な地域というの一つとされています。で、えっ、ー、と地域の大半が第一種特別地域、つまり現在の景観を極力維持する必要のある地域ということにされています。 近年では風学スズムシソウですとか、秋田スズムシソウといった植物が確認されたりするということがありました。えー、アシオに関係ある京都府の取り組みということで、まあこれまでの話と重複する部分もあるんですけれども、いくつか紹介します。えー、まず、絶滅の恐れのある野生生物の保全に関する条例で、指定基礎野生生物を設定し、捕獲や採取などを規制しています。また、自然公園法による規制や生態系維持回復事業も行っています。 アシュ地域の大半を国定公園の第1種特別地域としていて建築物の新築土地の形状変更や木畜の伐採などを規制していますさらに自然公園法に基づいて生態系維持回復事業というのを策定してこれをあの京都大学との共同により保全に取り組んでいますこれは後ほど紹介します、えー、とさらに野生鳥獣については第2種特別あすいません特定鳥獣管理計画を策定しています 日本時間については捕獲の推進と農業被害の減少を目標として毎年数値目標などを定めて対策を進めています、えー、生態系維持・回復事業というのはその京都丹波高原国定公園の指定時平成28年に自然公園法に基づいて京都府が策定しましたで国定公園の生態系の維持または回復を目標としていますこれに基づいて京都府と京都大学が共同して保全の取り組みを進めています 具体的には生態系のモニタリング調査大規模な暴力策の設置と維持管理日本時間の捕獲と頭数のモニタリングであと京都府立植物園での希少植物の野外保全,あ外保全生態系維持回復に関する普及啓発などを行っていますこの生態系維持回復事業の成果とは今後の課題についてお話ししますと。 まずあの2017年に大規模な暴力柵総延長約1 9キロにも及ぶまあ大きな柵を設置しました。でこれはこの亜州のこの部分にあって、えー、設置したんですけれども設置した柵内にシカが侵入したりその中にとどまっていたりするので柵の維持管理やネットの改良柵内のシカ捕獲の強化などを進めています。またシカ、えー、の個体数管理については、えー、個体数はピーク時よりは減少しているんですけども。 目標とする個体数密度にはまだ達していないので、今後方法をさらに検討しているところです。えー、普啓発の推進あすいません。えっ、ー、と鹿の個体数推定方法についても新たな方法を検討しています。普及啓発活動の推進については、不立植物園や国定公園ビジターセンターでの講演会、また写真展などを継続的に実施しています。えっ、ー、と石原先生にお越しいただいて、講演会を行ったり、またビジターセンターで写真展を行っていたりもしました。 で最近あのコロナ禍のためこうした活動もなかなか行いにくいところでありますけれども引き続きいろいろ取り組んでいきたいと思っています。えー、最後になりましたが京都府としては、えー、人と自然の共生する社会を実現し、えー、かけがえのない自然環境を未来に伝えるためにこれからも多様な主体と連携協働して生物多様性の保全に取り組んでまいりたいと思っています。あのぜひ皆様のおお力をお貸ししいいいたただけれればとと思まます、えー、それではごご聴ありがとうございました